はい皆さんこんにちはネイティブが使うイリス英語今日のフレーズは「よく眠れた」になりますこれを英語で言うとこうなります使うタイミングとしては朝家族や友人同僚によく寝れたか聞きたい時になりますやり取りのイメージを ゆっくり英語で言うとこうなります、コナリマス。Good morning.How did you sleep last night?Good morning.I slept well. コレオ、シゼンのスピードで話すとこうなります、コナリマス。Good morning.How did you sleep last night?Good morning.I slept well. 今日のフレーズは、挨拶のような感じでよく使われる表現です。朝、誰かに会った時、挨拶の後にそのまま続けて言うケースが多いです。例えば、誰かが家に泊まりに来た時、その人に対してよく眠れたか確認したい時や、同僚と出張などで一緒のホテルに宿泊し、朝食会場で会った時に挨拶と合わせてこのフレーズを使うことがあります。参考までに、今日のフレーズの他にも、 Did you sleep well? と言ってもよく眠れたという意味で使うことができます。最後にネイティブスピーカーから補足をしてもらいます。The phrase How did you sleep last night is used as a greeting.It's the first thing that you can say after good morning. はい改めて、えー、今日のフレーズはよく眠れたでしたではまた次回のフレーズでお会いしましょうじゃあねバイバイ